誰もが突然見始まった手たらめのシナリオ。それは映画のような、まるで映画のようだ。どこにでもあるストーリー、間違いだらけの道のりだ。丸つけられるのはいくつだ。何が良くないのか、どこが良くないのか、そこまで教えてくれよ。明け方の妄想、貴重な逃避行と勘違いの英雄ごっこ、もう渋滞してんだ、どうしようもこうしようもないよな。こんなはずじゃなかったよなって、どんなはずだったんだよなって、思えば思うほども、いやこれじゃないない、あまり悪いよな、向いてないない、今すぐやめてしまうか、そりゃないない、いつになれば僕は主役になれるんだろうな。いなくなるたび笑ったり、増えたり荷物数えては泣いたり、期待するほどでもなくがかり、責めることすらできず悩んだり、三千と輝く街の明かり、散々だって顔の通りすっかり、始めるなら今そうだな、またやろうやろうやろう。これじゃないない、あまり悪いよな、向いてないない、今すぐやめてしまえば。でも何回と繰り返して、明日に期待してしまうんだ。明け方の妄想、貴重な逃避行と勘違いの英雄ごっこ、もう渋滞してんだ、どうしようもこうしようもないよな。あの頃は確かにあったんだ、描き出したものがあったんだ。いつの間にか僕は誰もが突然に始まった、でたらめなシナリオの上で、何かを演じるの、誰かを演じるの、そんなわけがないだろう。まだこれじゃ、まだここじゃないない、終わりじゃないから、向いてないないなら書き換えてしまうよ。ほんだ、だいたいいつもいつでもきっと主役は僕だけだろう。いつの日かバイバイ、終わりは来るから、拍手喝采、笑顔でカーテンコール、変えたい未来はここ。